はい、今回はソニーベガスプロを使ったタイトル画面の作り方の入門的な解説を行っていきます。まずはじめにメインとなるタイトル画面のレイアウトを作っていきます。一つ目の素材としてメインタイトルのロゴやアイコン画像を配置します。ない場合はテキストでも問題ありません。イベントパンクロップを開きます。そしてこのタイムラインのカーソルをキーフレーム0秒に戻しておき、プリセットから16対9、そして画角を調整してロゴの配置の大きさを変えていきます。こんな感じとしておきます。次にメディアジェネレータータイトルテキストですね。デフォルトのテキストを配置します。ここにサブタイトル、サブコピーを打ち込みます。ここでは感じとしておきます。テキストをすべて選択してフォントを選びます。そしてフォントサイズ、フォントのスタイル太文字としておきます。そして同じようにイベントパンクロップから配置を調整していきます。もう少しロゴも下に下ろしておきます。こんな感じとしておきます。そして最後に単色から背景を置きます。カラーはスポイトツールでロゴから取ります。これでベースとなるタイトル画面のレイアウトが完成しました。あとはこの画面がどのように出現してどのように消えていくかといった表現を作っていくのですが、今回は一番シンプルな形としましてフェードインフェードアウトの表現で作っていきます。まずこのアイコン画像ですね、左上にマウスを持っていくとフェードインオフセットというのが出てきます。このままドラッグするとフェードインを作ることができます。15コマとしておきます。するとこんな感じでフェードインします。このフェードインは右クリックすると形を変えることができます。フェードインの出現の仕方ですね、今回はこの下から2番目のものを使用しておきます。同様に下のテキストもフェードインをかけます。そして後ろをつかむとフェードアウトですね、15コマ。するとこんな感じですね、背景も最後フェードアウトさせておきます。そしてスタート位置をずらしていきます。5コマ後ろへ、20コマ後ろへ、こんな感じとなります。そして最後に音を乗せます。最後は少しフェードアウトをかけておきます。こんな感じでベーシックな形のシンプルなタイトル画面を作っていくことができます。今回は以上です。またお会いしましょう。
Thank you.